もしもし。教皇庁からの最後の指令を伝える。青き祭壇への道を発見した。美術館の奥、星雲回廊の先にある。聖騎士アーナスは直ちにこれを制覇。新聖女リュリーティスを祭壇に捧げ、夜を封じる生贄とせよ。封印の確認をもって本指令の完結とする。成功した暁には聖騎士アーナスには自由が約束される。何にもとらわれぬ本物の自由だ。だがしくじれば世界は終わる。常しえの夜に包まれ、生きとし生ける者は皆二度とは目覚めぬ眠りに落ちる。わかっているな。ああ。何か質問は？特にないよ。だって。私は私の信じる最善を尽くすだけだ。それでこそ我がシスターだ。あんた。アーナス、君のブラザーを務められたこと、嬉しく思っている。君は、君の望む道を行きなさい。ついに最後の指令が。さあ、おう、商人をどこかに派遣する。これでいいんだな。いよいよ世界の終わりですな。アーナスお嬢様。行くのなら私を連れて行ってね。アーナス。ああもう、何お通夜みたいになってるんですか。いいですか、世界はもう滅ぶと決まってるんです。夜の君がそう言ってるんですから、そうなんだったらそうなんです。あなたたちが命を懸けることなんかこれっぽっちもないんですよ。俺も今回ばかりは先生に賛成だ。
ここから少し離れた場所にある港に船を用意してある。俺様が全財産つぎ込んで作った世界最強の逃げ足を誇る海賊船だ。ジョちゃん、悪いことは言わない。リュリーティス城を連れて逃げろ。ジョーちゃんは汎用として、リュリーティス城は聖女の末裔として世界を背負ってきたのは知っている。だがそれは仕組まれたことだ。ジョーちゃんは好きで妖魔の血に触れたわけじゃない。リュリーティス城の戸籍だっていくらでも改ざんできる。世界を守るためなら何だってやる。それが教皇庁じゃねえか。あいつらに踊らされることはない。そうですよ、もう犠牲は十分なんです。あなたたちは自由になっていいはずだ。嘘つきだよね。ここにいる人間は支配人は前の聖騎士だし、教授は多分エージェントでしょ。黒の書も勝手に持ち出したんじゃない。ゲッツ。それでロイドは何？どっかの国の諜報員さん？それとも七つの海を股にかける海賊さん？まあ半々ってとこだな。それでもしかしたらリュリーティスは聖女の末裔じゃなくて、私は人間じゃない。私は夜の君の血が混ざった汎用だ。アーネス。昔は違ったけど、今となっては私ほど妖魔の血を集めた者はいないよ。私以外誰があの夜と戦える。あの日青い雨が世界中に降り注いだ。それが夜の君の血だなんて誰も知らなかった。思えばあの瞬間から私の時は止まってしまったんだろう。妖魔に狙われて、人間に恐れられて、邪妖を狩る力は否応なく身についた。町から町へ、一つのところに半年もいたことはない。今とそう変わらない流れ者さ。でもその腕を見込まれて教皇庁に拾われた時、君とリュリーティスと出会ったんだ。リュリーティスと過ごしたひと夏はかけがえのないものだった。誰かを守ることができるのなら、半分妖魔になったこんな体も悪くないなって、そう思えたんだよ。君に出会って初めて私は私のことが許せたんだ。リュリーティスが聖女かどうかなんて関係ない。この戦いは私の戦いだ。リュリーティス、この世界ごと君を守ってみせる。君が信じなくても守ってみせるから。アーナス、私も信じたいの、あなたのことを。でも行かないでほしいの。もう戦わないでほしいの。この戦いが止まるというのなら、すべてを投げ出して戦いを止めたい。この命を投げ出してでも止めたいの。わかってる。私は君からも君を守るよ。そのために負けないで来たんだ。青き祭壇までのルートを確保する。それまでリュリーティスのことお願い。お任せください、お嬢様。じゃあ行ってくるよ。祭壇を開くのは頼んだからね。いつもみたいに送り出して。行ってらっしゃいませ、アーネス様。うん。
ーネス様、改めてお礼を言わせて。助けてくれてありがとう。コーリンさんは言ってたわ、聖女を守るためなら全てを捨てるって。あの人の気持ちは本物だったの。だから私逃げ出せなかったんだね。ねえアーネス、あなたは全てを捨てたりしないで。約束して。わかった。これお礼のカップケーキ、たくさん食べてね。このカップケーキ、こっちを見てる気が。食べてほしそうにしてるでしょ。そうだね。ついに世界の終焉ですか。いや、ワクワクしますね。お呼びでございます。お呼びでご。飛べ！はっ！
Oh!
落ちろ。はっ、で、貫く。ふっ、で、あーって、そう、まだまだ、切り裂く。ふっ、で、すべての邪妖の、私が滅ぼす。ふっ、ふっ、で、あーって、落ちろ。はっ、で、あーって、落ちろ。はっ、で、あーって、飛ぶ。落ちろ。
落ちろ。全開落ちろ。全開落ちろ。全開飛べ。全開飛べ。
フッセイハー落ちろフッセイハー生きたフッセイハー落ちろ。シアルフィエリア、ケルフェシアルク。お呼び。
お呼びで。さあ、おう、じょ、商人をどこかに派遣する。これでいいんだな。これでいいんだな。取引成立だ。
これでいいんだ。取引する取引成立だ。じゃ、浄化。
これ、ロイドが落としたやつかな。ネルダリッジ様、以下の金額を情報代として請求する。7860万リブルなり。ネルダリッジか、変わった名前だな。宝石伯爵といい、ロイドったらいくつ名前持ってるんだか。ネル、ダリウス、ジネット、まさかね。さあ、じゃあな。
浄化。行くぞー！
落
ちら。ちっ、奪った宝石を返し、奪われた祖国を取り戻すために核探しを続けると誓います。ご先祖様へ愛を込めて。まるでお墓へのお供えみたいだ。こういうのはジロジロ見ちゃ失礼だよね。
Hit!